どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心に気をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、というわけで今回ですね、東京汐留にありますアジアンタワンカレッタ汐留店さんに来ております。こちらにはですね、さまざまなね、タイ料理、本格タイ料理が楽しめるところで今回やっていくんですけども、なんとこちらに激辛メニュー今回もあります。あの激辛番組有吉ゼミで紹介された超激辛ガパオライスが楽しめるということで、今回ちょっとチャレンジさせていただきます。制限時間25分以内に食べると特典サービスが受けられる激辛チャレンジメニューなんで、早速中に入っていきたいかなと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。東京汐留にあるタイ料理レストラン、アジアンタワンカレッタ汐留店、タイ政府審査のタイセレクトの認定を受けているお店です。タイセレクトとは、本場タイの味付けやサービスを一定の基準を満たしたレストランに与えられる証。厳しい審査基準をクリアした実力のあるタイレストランと言えるでしょう。今回はこちらの激辛メニューにチャレンジしていく。使用する材料はホーリーバジル、別名ガパオとも言われています。続いてパプリカ、タイの激辛唐辛子プリッキーヌ、そしてタイ産のラー油、ガパオには欠かせない鶏肉、さらに辛みを出すために激辛唐辛子を3種類加えます。1つ目はハバネロソース。ギネスにも認定されたスコーピオンとキャロライナリーパーも入ります。山椒も足してしびれを加え、ダメ押しのカイエンペッパーも加えると、超爆辛レッドガパオライスのお目見えだ。はい、ということでこちらが超爆辛レッドガパオライスということで、制限時間25分以内に食べれば、ココナッツアイスプレゼントということで、ね、これ激辛チャレンジメニューなんでね、頑張ってやっていきたいかなと思います。それではお願いします。いただきます。じゃあちょっとまずファーストタッチ、このご飯からいきましょう。いただきます。おー、これはこれだ。ハバネロの辛みは強烈。
辛い。強烈な辛みと山椒のしびれが半端ないぞこれ。これは辛い。言葉にならないぞ、これは。どうなってんのかな。最後この唐辛子を食べてこの激辛バトルに気をつける。ごちそうさまでした。はい、記憶小鳥で、はあ、完食特典のココナッツアイス、ビリビリに締めたこの口の中を癒しましょう。凄まじいね。やっぱりね、タイの激辛唐辛子プリッキーヌとハバネロも使っているということでね、結構なパンチ力、だいぶハードなチャレンジメニューですけども、さらにね、ここに山椒も加わることによって辛さとしびれのダブルパンチでね、今ちょっと手が若干しびれてるような感覚に陥ってますけども、あとガパオといえば卵なんですけどもね、卵でちょっと辛さ和らぐかなと思って口の中入れたら卵も辛いぞと、とんでもないなというメニューでございます。それでは本日の辛さレベルを発表していきましょう。アジアンタワンカレッ汐留店さんの超爆辛レッドガパオライス、辛さレベルじゃらららじゃん、辛さレベル 8.5 です。おめでとうございます。 8.5 になりますか。申し分ない超激辛メニューでございます。今日も行きましょうか。お便りコーナーということで、よくわからないコメントが来てるんで、コメントの方読んでいきましょう。ペンネームヨシさん、ハチマキ洗いましょうと。洗ってます、洗ってます。先日ね、動画でちょこっと触れましたけれども、連日の撮影の時はね、さすがに乾かないんで毎日は洗えないですけども、明日は撮影ないんでね、今日もう終わったら洗います。安心してください。2通目、ペンネーム高橋あゆみさん、ジョニオさん、お腹とかお尻大丈夫ですかと。大丈夫じゃないね。今日のはちょっとお腹くるかもしれないですね。この後ちょっと牛乳ごくごく飲んで、ケアしていきたいかなと思いますけども、あとジョニオでございません、激辛ジョニーでございます。ペンネームタピスケさん、ジョニーさん、日本語お上手ですね。当たり前だろ。